こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界中のあらゆる旭日旗を探してはネットで誹謗中傷することを生業としている韓国ですが、韓国与党の元議員がイ・ジェミョンの旭日旗発言を批判したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。共に民主党のイ・ジェミョン代表がトンヘ城の韓日米合同軍事訓練について旭日旗に言及し、国防惨事であり安保違い行為と連日強力な批判を出した。これに対しナ・ギョンウォン元議員は、ソウルの殻に人とも旗がはためいてもいいということかと言い返した。ナ元議員は自身のフェイスブックを通じて、イ・ジェミョン代表は連日韓米日軍事演習に対して親日だとし、親日国防に続いて韓米同盟で防げるのになぜ日本を引き込むのか、旭日旗が大韓民国に再びはためく恐れがあるとする、とんでもない脅迫までしていると批判した。続いて北韓は核先制攻撃法制化に続き連日多様な射程距離のミサイルを発射し、金正恩が戦術核訓練を直接指揮までしたとし、この時点で与野党が膝を突き合わせて話す話は、韓米同盟、韓米日安保協力、相対的拡張抑制だけで果たして北韓の核攻撃を抑止できるのかという点だと述べた。李代表は最高委員会議で韓日米合同訓練について、日本の軍事利益を守る行為で極端な親日行為と主張した。自身の YouTube のライブ放送を通じて、韓米同盟と我々自身の軍事力で十分に安保を守ることができるのに、なぜ日本を引き込もうとするのかと声を高めた。彼は韓米日合同演習については、大韓民国が日本の自衛隊を正式軍隊として認めるというシグナルを与えることができ、韓米日軍事同盟に進む架け橋になり得るとし、日本が究極的に韓半島に介入できる口実になりうると述べた。これに反論する政府と与党に対しては、何よりこのような問題を指摘すれば受け入れるのではなく、必ず時代錯誤的な重複の押し売り、色論攻勢を繰り広げるとし、国家的災害である日本との軍事同盟憂慮に対して大統領が直接署名し、韓米日合同演習を直ちに中断しなければならないと促した。それではネットの反応です。親日だね、主語はない。親日、親米がなぜ悪いのか。今が植民地時代でもあるまいし、韓米日合同演習に本当に北韓よりイ・ジェミョンの方が大騒ぎしてるね。骨の髄まで共産か。情けない政治構成。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。